格闘技術を極める優勝決定戦、勝利の女神は浜田と吉田、どちらの頭上に輝くか。ハイパービジュアルファイティングトーナメント、シオンライティーザ・タイガー。決勝戦であります。浜田彩子とそして吉田麻里子の対戦になりました。久美さん、はい、今私たちの横に浜田選手がいるんですが、これはびっくりというかですね、嬉しい誤算というか、決勝までよくぞ浜田彩子が上がってきたなというね、このシオン98でありますが、果たしてこのトーナメントを制するのは吉田か、それとも浜田かであります。さて彩子さん、はい、決勝のリングに上がった時はまずどうだったんですか？すごい緊張してたんですよ。緊張してた、はい、だって1回戦も準決勝もフォットをね、はい、そんな緊張はなかったじゃないですか。なかったんですけど、やっぱり最後の試合だったんで、決勝戦だったんで、なんかすごい緊張してたんですよ、ね。その辺はふみさん、はい、やっぱりこの試合当初というか、そうですね、今両者ともかなり慎重に立ち上がりというような形ですね、うん、慎重の中にもちょっとふみさんね、はい、硬さも感じられるんですがね。そうなんでしょうね、きっと、ですからやっぱり吉田選手の方が全然余裕があるというか、まあ、当然のことなんですけれども、さあ浜田彩子、はい、足を取られてちょっと苦痛に歪んでましたが、でもこの辺りからだいぶね、スタート時よりもほぐれたんじゃないですか。はい、ね、やっぱり試合が始まって1分を過ぎるあたりからね、はい、ほぐれてきますしね。何をしようと思いましたこの吉田戦は。もうガンガン、やっぱりもう考えずにガンガン行こうと思ったんで、上半身の姿勢がとてもいいですね。でもこれだとやっぱり相手の術中にはまるというか、吉田のレスになっちゃってますね、うん。さあ浜田彩子、吉田麻里子に挑んでいます。決勝戦シオン98、四つからスタート、袖で手を取る。思わず斉藤文彦うまいという表現でしたけどね。またですね、今、はい、巴投げみたいな格好で相手のバランスだけ崩して腕を取りに行くということですね、うん。下になっちゃダメですよね、浜田選手ね、あんまり。グラウンドの体勢です。
浜田彩子の動きが今のところ封じ込められております。うん、腕が伸びるかどうか。しっかり握ってしっかりクラッチしております。これ一回立っちゃった方がいいですね。ねえ、あ、でもなんかあんまり逃がしてくれないというか。あ、 DDT、 DDT ですね。この吉田選手の DDT って相手の手首取ってるんですね、はい、だから頭からいっちゃうんだね、はい、顔面をしたたかにこのリングにつけましたが、さあ体勢変わってちょっと苦しそうな顔しましたね、と同時に闘志がメラメラメラと出てきたような浜田彩子が、あ、タックル早いですね、はい、タックルが、うん、返しすぐにこうやって返すのがいいんですね。回る方に回る方に回る。この辺の切り返しはね、はい、彩子さん自分では上々じゃないですか。はい、ねえ、いけてますね。だからでもまたこちらから攻めるっていうところまで行ってないんですよね。これは背中腰を打ちつけております、はい、スリーパー。今なんかやっぱりあの吉田選手余裕があるからこそあそこでスープレックス出るんでしょうね。ちょっと後ろに回られすぎですね、浜田選手。まあ、この大会でいろんなことを勉強したはずなんですが、さあ決勝戦、今のところ当然吉田麻里子は優勢のうちにこの試合を進めております。双上戦ではもう逆転に次ぐ逆転で浜田が番狂わせの双上を破ってこの決勝に進出を決めておりますが、ロープへ足が届きました。ロープへ足が届きました。どうやって攻めるかなんてこの辺りで頭の中で浜田選手考えてるんですか。考えてるんですけどなかなかもできなくて、うん、こういうですね、腕を攻めてます。おお、膝蹴りストマックへ。重量感がありますね、藤さんね。そうですね、もう技の形がどうっていうよりも、もう何かをぶつけていくというこの方がいいですよね。ねえ、これからどうする。ああ、見られてしまったし、ロープへギロチンですか。エルボー、もう一発、四発、五発、それでも吉田麻里子は前に来る。お返しはかわした。いいですね。これはもう先ほど一旦勝てた。ああ、でも首外しされてしまったんですね。はあ、後ろを取られました。浜田ちょうど STF の格好になってますね。ちょっと返し方が、ああ、でもこれ返し方がこれこの裏 STF というような、はい、足が十分になんかこうしつこく絡まってるんで、ええ、まずこれ抜いちゃわないと。ああ、届きました、ロープブレイク。でも切り返しの仕方がですね、この回転技でフミさんね、はい、あのディフェンスはできてますね、はい、なんか攻めるようになるととってもいいんですけど。いろんなところから入ってきますよ、吉田の。入ってきますね、ああやってどこでも最終的には腕を取ろうということなんでしょうね。スーパールーキー浜田彩子決勝、相手は吉田麻里子戦であります。あー、こうも取る。もう次から次と浜田選手、はい、技が出てきますね。これはいい、これはいい、取れる。カウントはカウンター2つ、はあ、一瞬のこういう回転弓形のようなもんで、あー、でも何でもこうきますからね、ええ、でも逆に取るぞ、はい、うん、これバックスライド、うん、足がロープにかかった。悔しそうだ。これはもうね、決まったりね、悔しかったでしょう、決まったかに思えたんですが、うわ、投げっぱなし、後藤の脳天を打っています浜田。そうはいくかいっていう顔チラッとしますね、吉田も、はい、そしてこのまま下に落とされたら危険。うわ、これあの変形のデスバレードライバーみたいな、はい、
この時のダメージは効いてますね。早く立ち上がれるか。決めろ決めろ決めろ。ああ、はい、もう意識朦朧状態であります浜田彩子。もう一発これ食らうと、もう一発食らっちゃった。食らっちゃった。ちょっと辛いですねこれ。さあ方の体勢に行くまでもありません。カントアリッツ完膚なきままにやられてしまったということでしょうね。見事にシオン98制したのは吉田麻里子であります。決勝戦はやはり格の違いを十分に見せつけました。優勝したのは吉田麻里子、準優勝が濱田彩子、そしては敢闘賞もあるわけでありますが、これから各選手がリング上へ登場してまいります。これでですね、文さんね、はい、吉田麻里子選手はアルシオンの初代女王の座をかけまして、12月の18日、はい、横浜文化体育館横浜文体でアルス98を制しましたキャンディー・オクス選手と、はい、クイーン・オブ・ザ・アルシオンの座をかけてですね、今年の女王を争うわけですがね、アルスとシオンがあって、その優勝者同士がクレーンに戦うという、これなんか季節感があって、とってもこのアルシオンというリングを、うん、1年間動かしていく、これが暦の役割といいますか、リーグ戦といいますか、ペナントレースみたいなもんですよね。そうですね、はい、そしてベルトを巻くわけでありますが、もう一度ですね、この濱田彩子選手にちょっとこのトーナメントのですね、はい、思いをですね聞いてみたいと思いますが、1回戦からこう勝ち進んでまいりました。しかもトーナメントは初登場でありまして、マリア・パッチェとの対戦だったんですが、はい、この時は緊張感がありながらも、やっぱりスペイン語が話せる同士の対戦でね、いつもスパーリングやってますからね、はい、やっぱりメキシコ人なんで、うんうん、やっぱりマリだけに負けたくなかったって気持ちがすごくあったんで。なるほどね、マリだけには負けたくなかったと、はい、うん、そして時見せてくれた技ラ・アヤキータ、はい、ね、ちょうど技も、あれグランドパチさんからも教わった技なんで、結構マリさん悔しかったじゃないですか。ああ、そうか、そういうのはフミさんありますね、はい、うん、で二上選手との準決勝はどうでした？そうですね、やっぱり負けたくない気持ちがすごくあったんですけど、うん、まさか勝つと思わなかったし、 あそこはラッキーでしたね、はい、あ、もう気がついてたら勝ってたみたいな部分あったでしょうね、はい、もう回転の回転の回転ということで、ただ最後の決勝戦吉田戦でも腕を取る例にマリーに勝った技、はい、あれも出すチャンス一回あったんですよね、はい、ただ読まれたというか、ちゃんとハマってなかったハマってなかったんで、あれを磨きをかけるというか、いかに自分の技にしていくかということですね、はい、今アルシオンの小川社長から優勝の吉田麻里子選手にチャンピオントロフィーが送られたところでありますが、でこの決勝戦濱田選手やっぱり疲れとですね、はい、緊張感がやっぱりこのトーナメントの決勝というのは全然違ってきたと思うんですよね、はい、ダメージと疲労度はどのぐらいありましたかね、2試合シングルマッチを終えた後。そうですね、うん、いつもと違いましょう、ね、でももうこう疲れてようが何しよう、もうこの決勝のリングに立ったってことで今日は、うん、それでもあるかなというような気もしますしね、あ、今やっとやっと準優勝は準優勝でしたら、準優勝の表彰がこれから行われます。まだ強烈なダメージが残っておりますが、でもあやちゃん濱田彩子が立ちました、うん、準優勝トロフィーをこれから受け取るところでありますが、嬉しいですね、はい、負けたとはいえ、悔しいとはいえ、やっぱり反面嬉しさがありますね。
でも吉田さんと負けてそんなに悔しくなかった。そっか、やっぱりまだ差はあるということですね。やっぱり当然のことかもしれないですね。